こんにちは。今週は、坂井隆成騎手がオーストラリアで初勝利したことについてお話をしたいと思います。続きを読む、競馬歴半世紀のベテラン、水嶋春幸の予想、コラムを集めた新コーナー、競馬夢広場、がスタート。紙面でも大好評の、淡幅で買え、柴田大地騎手が騎乗馬を振り返る、大地が駆ける。G1 のステップレースを徹底分析する、前哨戦その一瞬、を掲載中です。続きを読む、先週の話になってしまいましたが、昨年の岩手山歳最優秀馬弁天小僧が15日、船橋のメインレース早、続きを読む、大地が駆ける。3月19日15時49分、今週の異形厩舎、この一頭、田中洋平のテクニカル6、3月17日19時19分、ごく馬ネクストチルダ次の狙い場から、水嶋春幸の淡幅で買え、3月17日17時39分、木南のつぶやき、終焦調教祭典、初生厩務員のできるまで、3月3日18時50分、ごく馬くんの星占い、水嶋春幸、前哨戦その一瞬、2月14日15時14分、フォト写真ニュースフジコンは東京本社を訪れ、2、フォト写真ニュース皐月賞の主な出走予定はフォト写真ニュースエポカ道路、左、を離さ抑え、18日阪神 3R 的中。木南優穂が18日中京ワンテン R 的中、18日の、ごく馬ネクスト、スプリング S 調教祭典サイト案内動画を見る入会手続き方法を今すぐ見る、岡本光雄調教この一頭、18日中京ワンテン R 陣長下賞イコールバレン2270円、木南優穂木南智介のこの馬、来なさい、18日中京ワンテン R 陣長下賞イコールバレン2270円、市間健一郎片瀬屋、維持馬、18日阪神 6R イコール3連単2020円、バレン490円、新村明の真剣勝負プラスアルファ、18日中山 11R スプリング S イコール馬単1120円、山田純是非に及ばず、18日中山5R イコールバレン630円、堀内康夫競馬歴45年堀内康夫3番勝負、18日中山 11R スプリング S イコール馬単1120円、佐藤哲造哲造塾、18日阪神 12R イコール3連単29510円、中山 9R 幕張 S イコールバレン3210円、中山 11R スプリング S イコール3連単7440円、新村明の真剣勝負プラスアルファ、週7日中山 11R フラワー C イコール馬単2180円、辻厚子秘密の厚子ちゃん、週7日中京 2R イコールバレン3800円、今西和弘今西鎮雑学馬券、週7日阪神 3R イコールワイド770円、3310円、佐藤哲造哲造塾、週7日阪神 9R スマ特別イコール3連単14690円、日経賞 GII 登録馬毎日ハイ GIII 登録馬マーチステークス GIII 登録馬高松の宮記念 GI 登録馬以下のボタンからログインしてください。お知らせはこちら、ご注意メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。